こんばんは、入山明子です。10月13日火曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は朝から着物を着て動く日。まずは川越プリンスホテル、12月19日の土曜日。ありがとう感謝の集い2020の打ち合わせを終えました。感染対策、それからいろいろな詳細なことも詰められ、さあこれから皆様にもっともっとご案内しなければと気持ちが引き締まったところです。そしてテレタマ BS12 ちゃんの山崎定治さんの番組にゲスト出演してまいりました。定治さんはいつも気さくでいらっしゃって、誠実でいらっしゃって、素晴らしい方だなと改めて感じながら、番組の本番中でしたが、いろいろなお話をじっくりとさせていただき感謝しています。ちょうどお会いしたランカさんともお写真を撮ることができました。今日は着物を着るので、私の担当のヘアーの小野先生のお宅でヘアーを整えていただいて、そしてテレビ、それから終わった後は池袋まで足を伸ばし、ようやくお目にかかれた村のおりんさんと和久井社長とともにいろいろなお話をさせていただきました。本当にありがたいご縁に感謝です。明日もまた元気にお会いいたしましょう。それではおやすみなさい。